福岡市西区で開催されたシンポジウム、福岡城天守閣復興の過去、現在、未来には市民およそ50人が参加しました。このシンポジウムは福岡城の復元や整備を実現することで、文化遺産を生かした街づくりや市民の郷土意識の向上などを目指す NPO 法人が主催しました。福岡城天守閣復興への道筋をテーマに講演した九州産業大学の佐藤正彦名誉教授は、復興の前提として天守閣の構造などが分かる資料が不足していると指摘するとともに、市民だけでなく行政の力を活用することが必要だと話していました。